人に してほしいことは相手に してあげなさい。してあげなさい。マタイの福音書。マタイの福音書。何の服着てますか？ピンク。そう、今日はピンク色の、前にもお話ししたピンクシャツデーです。今日のピンクシャツデーの話をもう一回ちょっとだけ説明します。ある男の子がいました。何色の服着てますか？ピンク。そう、男なのにピンク色の服着てるって言って、ここの二人どう、めっちゃ悪そうな顔してるやろ。で、この二人が言いました。うわ、男なのにピンク色の服着てる、なんじゃぬんでピンクせえ、おそれ一個いった、はははははって笑いました。みんなそんなことやったらどんな気持ちになるかな？寂しいの気持ち、寂しい気持ちになるやんな。だってどんな服着てもいいのにさ、ピンク色の服着て、うわおかしいなって言って笑われてしまいます。この子はとっても悲しい気持ちになりました。それを見ていた優しい男の子二人が、悪いことしてるなって、あの子かわいそうだなって言いました。それで二人は考えました。どうしたらこの子がそんなこと言われないように、言われなくて済むようにできるかなって、どうしたらこの子が悲しい気持ちにならないようにしたらいいかなって考えました。どうしようかなって、この二人はいっぱい考えて、そうだ、この子がピンクシャツ着てるんやったら他のみんなもピンクシャツ着て、全員がピンクの服着たらさ、もう笑われたりしないやろ。だって今ここでピンクのシャツ着てるのは誰？この子一人だけやんな。でも一人なのでみんなピンクのシャツ着たらどう？一人だけちゃうやろ。一人ぼっちじゃないねん。だから、あ、じゃあ一人ぼっちじゃないようにみんなピンクのシャツ着たらいいんじゃないかなって言って、この二人が、そう、50枚の自分たちのお小遣いを二人で集めて、ピンクのシャツをたくさん買いました。ピンクのシャツ買って言いました。もしかして全部？そう、それで学校のお友達に、この子がこんなことで悲しい気持ちになってるから、みんなピンクのシャツ着てあげないって言って、こうやってピンクの袋持ってるやろ、これシャツですね。で、いろんな人に配ってあげました。そして学校みんながピンクのシャツ着て、そこで悲しい気持ちになる人はいなくなりました。それをみんなでお祝いしよう。そしてこうやって悲しい気持ちになる人がいなくなるようにみんなで助けてあげようっていうのが今日のピンクシャツデーです。他のお友達が悲しい時にみんなやったらどうしてあげるっていうのをみんなで今日ちょっと考えてみたいと思います。それで今日のここに書いてもらうことは、みんなが悲しい時あるやろ。例えばお友達に嫌なことをされた時とか、物を取られたり叩かれた時、みんなはどんなことしてくれたら嬉しい気持ちになる？みんなが悲しい時、例えばしゅうくん来て、しゅうくんももし嫌なこと言われたらどんな気持ちになるし、嫌なこと言われたらイエーイってなる？ならへんやろ。嫌な気持ちになるな。じゃあしゅうくん嫌な気持ちになって泣いてる時に、どんなことされたらしゅうくん嬉しくなる？あ、優しくしてくれたら嬉しくなる。えなちゃんは、しゅうくんはどんなことされたら嬉しくなる？っていうのをみんなで今日は考えて、ここの紙に書いてもらいます。OK？ 悲しい時にみんなはどんなことしたら嬉しくなるか。見て。悲しい時、泣いてる時、人にされて嬉しいこと、ハッピーってわかる？幸せな気持ちになること。みんなが悲しい時に幸せになることを今日は書いてもらいます。ここに。これな、今日さ、読んだ御言葉、人にしてほしいことは他のお友達にもしてあげようねっていう御言葉です。これ誰が言ったと思う？そう、イエス様が言って、イエス様が人にしてほしいことはお友達にもしてあげてねって言いました。じゃあみんなどんなことしたら嬉しい？どんなことしてくれたら嬉しい？叩かれたら嬉しい？嬉しくしてくれる。嬉しく、例えばどんなこと？寂しい寂しい時に、どんな嬉しい時、みんなどんなことが嬉しい？例えば頑張れって言ってくれたりさ、大丈夫って言ってくれたらどんな気持ちになる？嬉
嬉しい気持ちになるやんなっていうのをみんな今日一人ずつここに書いてもらいます。OK?